ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近スマホでゲームをすることが増えたんだけど、ゲームによってはカクついたりするから買い替えたいと思ってるんだ。せっかく買い替えるのならゲーミングスマホでもいいかもしれないわね。ゲーミングスマホなんてものがあるのか？最近だと排熱やバッテリー持続時間、画面の綺麗さなど、ゲームに特化したスマホも増えてきていて、一部のメーカーではゲーミングスマホという名称で展開されているの。機種によっては物理ボタンを搭載した機種もあるのよ。スマホというよりもゲーム機という感じだな。こんなスマホが登場していたなんて知らなかったんだぜ。実際にはゲーミングスマホの先駆けとも言える機種がソニーから出てたこともあるのよ。そうなのか？日本でも販売はされてたけど、海外と比べると話題性は少なかった覚えがあるわ。せっかくだから今日はかつてソニーが発売していたエクスペリアプレイを解説していくわ。どんな機種なのか楽しみだぜ。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけれど、今回はゲーミングスマホの先駆けとも言える機種で、かつてのソニーエリクソンが出していたエクスペリアプレイを解説していくわね。ところでゲーミングスマホってどういった機種のことを指しているんだ？そうね、最近だとASUSやシャオミ、ヌビアなどのメーカーが有名なんだけど、ゲーミングスマホについては明確な定義は特に設定はされていないの。それなら名乗ったもの勝ちじゃないのか？確かにそうかもしれないのだけど、実際は大容量バッテリーかつ排熱性に優れていて、CPU やメモリの容量も大きく、高画質高音質といった特徴を持った機種になるわね。最近だと 16GB の大容量メモリを搭載している機種も多くなっていて、PC にも負けず劣らずの性能を持っている機種も増えてきているの。なるほどな、つまりハイスペックなスマホのことを指しているんだな。ゲーミングスマホとは名乗っていないけれど、最近のギャラクシーやエクスペリア、iPhone の上位モデルはゲーミングスマホの水準に近いわね。ゲーミングと名付けるかは販売元の判断ということだな。今でこそゲーム特化の機種はかなり出回っているのだけれど、スマホが普及し始めた2010年前後はスマホゲームの質の差も大きく、今と比べると対策ゲームアプリというのも珍しくて、ほとんどが簡単なパズルゲームなどで時間つぶし程度にプレイする方が多かったの。こういったシンプルなゲームって意外と中毒性はあるけど、ふと現実に戻ると虚無感が漂うんだよな。まだまだ成長途中だったスマホ向けゲーム市場に先に目を向けたのが、当時エクスペリアを手掛けていたソニーエリクソンだったの。ソニーエリクソンは携帯端末に特化するために設立された企業で、大手電機メーカーソニーとスウェーデンの通信機器メーカーであるエリクソンとの合弁企業で、お互いの技術を携帯電話に落とし込むために誕生したの。日本では名機とも言われるような数多くのガラケーも手掛けていたわね。ソニーエリクソンといえばロゴマークが印象に残っているんだぜ。2012年にはエリクソンとの関係解消に伴いソニーモバイルへと名称が変わったのだけど、ガラケーの時代から現在に至るまでソニーの技術が惜しみもなく注がれているのよね。確かにエクスペリアのファンって結構多いんだよな。そんなソニーが2011年に販売した機種がエクスペリアプレイとなっていて、その特徴はゲーミングスマホの先駆けとも言える機種だったの。見た感じは当時の一般的なスマホと大きく変わらなさそうだな。この状態なら何の変哲もないスマホという感じがするわね。でも、この機種は画面にスライドする機構が搭載されていて、スライドすることでプレイステーションで見覚えのあるコントローラーが姿を出すの。スライドするとゲーム機へ一気に見た目が変化したんだぜ。写真では見づらいのだけど LR ボタンも搭載されていて、まさにゲームに特化したスマートフォンとして当時は異彩を放っていたわ。そういえば当時ソニーが出してたプレイステーションポータブルにも似てるような気がするな。そうね、確かにプレイステーションポータブルと共通する点も多くて、特にコントローラーの機構は PSP-GO とかなり酷似しているわね。かなり意図的にデザインを寄せている気もするな。実はエクスペリアプレイが正式発表される1年ほど前に、当時のソニーエリクソンの CEO がプレイステーションポータブルと携帯を合体させた機種の開発を認めていて、コードネームがアポロという名称になっていることが判明したの。なるほどな、だからプレイステーションポータブルに見た目がそっくりなんだな。当時はプレイステーションフォンなどの名称で一部の情報サイトでは記載されていたわね。ちなみに正式発表されるよりも前にプロトタイプの写真も出回ったのだけど、
この時点ですでにデザインは正式版と遜色ないものだったの。今も昔も話題の機種はリークされてたんだな。ところでプレイステーションポータブルとスマホが合体したような機種だというのは分かったんだけど、具体的にはどんなゲームがプレイできたんだ？この機種はソニーがプレイステーションソフトを快適にプレイできると認めたアンドロイドに付けられる、プレイステーションサーティファイドに世界で初めて対応した機種となっていて、初代プレイステーションソフトの移植版に対応していたの。そんな認定制度があったんだな、知らなかったんだぜ。当時はエクスペリア以外にも HTC などのメーカーも認定されてたのだけど、Android 4.4 以降はソニー側のサポート終了となったことで、知らない人や忘れてしまった人も多いのかもしれないわね。初期の頃は約25種類のプレイステーションソフトがダウンロード購入で楽しむことができるようになっていて、海外ではクラッシュバンディクーが標準でプリインストール済みだったの。日本でも当時はドコモで取り扱いされたのだけど、その際はみんなのゴルフ2もプリインストールされていたわ。地域ごとに若干プリインストールが変わってたんだな。そうね、基本的にはほとんど機能差はないのだけど、販売地域に合わせてローカライズはされていたみたいね。ちなみに日本では黒色のみの販売だったのだけど、海外では白と赤も追加で販売されて全3色展開になってたの。日本でも黒以外も扱って欲しかったんだぜ。他のスマホでも地域ごとに色の種類を増減させるのはよくあることだから、おそらく販売台数などを想定して日本では色を絞ったんじゃないかしら。なるほどな、あまり一般向けの機種じゃないから仕方ないのかもしれないな。それからエクスペリアプレイの内蔵コントローラーはゲームアプリにも対応していて、ゲームパッドに対応したゲームであればコントローラーでゲームを快適に楽しめたの。ゲームアプリにも対応しているなら遊べるゲームも多そうだな。確かにレーシングゲームとかはコントローラーと相性はすごく良かったのよね。ゲーム機としては使いやすそうだけど、スマホとしての使い勝手はどうだったんだ？そうね、性能としては当時かなり売れていたエクスペリアアクロと同等となっていて、SNS やメール、電話の発着信を一元管理するエクスペリアおなじみのタイムスケープや、ウォークマンの技術を組み込んだミュージックプレイヤーなど、ソニーならではの機能も数多く盛り込まれていたの。スマホとしてのクオリティも結構高かったんだな。ただスペック面では当時としてはハイグレードな端末となっていたのだけれど、日本向けのエクスペリアアクロと比べ赤外線やお財布携帯、ワンセグには非対応だったのと、同時期に 4G 対応の Galaxy S2 LTE なども販売が控えていた中で、エクスペリアプレイは 4G 非対応だったこともあり、日本国内では販売台数もやや少なかったの。コンセプトは良かったのに残念なんだぜ。時代を先取りしすぎたのかもしれないわね。もし、今の時代にリリースしていればコントローラーでプレイしたいスマホゲームも多いのと、当時と比べて飛躍的にスマホの性能も上がっているから、もっと多くのプレイステーションタイトルが移植できていたかもしれないわね。ぜひとも今の時代に復刻してほしいんだぜ。ということで、エクスペリアプレイの話題は以上になるわ。まさかゲーミングスマホをエクスペリアが先取りしていたなんて思わなかったんだぜ。ソニーは携帯ゲーム機から撤退しているから復刻は難しいかもしれないけど、どこかのタイミングでエクスペリアプレイ2がリリースされると面白そうね。そうだな、ゲーム機のコントローラーを外付けして遊んでる人もいるくらいだから、一体型でプレイステーションのコントローラー使えるなら需要はかなりありそうなんだぜ。みんなも復刻してほしいスマホやガラケーがあれば教えてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。